それでは、1月21日、水曜初中級者大会始めていきたいと思います。本日はね、初参加の方がたくさん多いので、皆さん頑張っていきましょう。ではスタートボタンを押して始めてください。どうぞ。熱帯でボイチャでね、反対側ああいう声聞こえるとびっくりしますよね。さあ、家庭用が出たということで、かなり初参加、家庭用でやっているけど、アーケードやったことないって人がね、ついに、集まってまいりました。いいことです。はい、それでは A 番台、バレさんのソルと DOC さんのソルですね。さて、今日はめっちゃ人数多いですね。うわぁ、総裁したぞ。スレイヤー対、ソルなんですけども、ソルはね、このさえ覚えてしまうとかなりいい感じで戦えるんですけども、このね、ライオットスタンプ中央ではかなりリターンがないので、ガンガン最初は使っていくといいかもしれませんね。まあこうやって噛み合えば潰せることはできるんですが、ちょっと難しい。でそしてスレイヤーはちょっと気をつけないといけないのが、このゲームはあの空中で受け身を取った後にですね、大体のキャラクターが無敵を乗せた攻撃を出せるんですけども、スレイヤーの場合は技を出した瞬間に無敵が切れてしまうということで、ただ一方的に判定勝ちはできるんですけども、無敵は乗らないということで、あの受け身取った後は、ホルトを張って降りるというね、今まで通りのギルティギアをした方がいいんじゃないかなと思われます。さあ、ここで昇竜拳、パフニール、パフニールからの強気の策に来る人に対しては、パフニールをガードした後に一度通常技立ち剣などを振って嫌がらせをすることによって調子乗らせないことができるんでね、そういうところを意識するといいかもしれません。しっかり立ち剣、ロマンキャンセルからコンボ決めていきますが、 S がちょっと出ませんでした。まあちょっと難しい。さあ、足払いからここはゲージを使って処理拳、いいコンボ、足払いヒット、この足払いが強い。ここでファフニールが浮き上がりに刺さって、勝ったのは DOC スレイヤー。あ、ごめんなさい、バレさんのソウルです、失礼いたしました。では続きまして、クローバーさんのソウルと緑茶さんのミディア A 番台でお願いいたします。まあ今のはですね、画面端付近のコンボ指導だったので、リボルバーから空中ダッシュ SKD というコンボを決めても、その後の拾いがダッシュジャンプ K なので、かなりね難しい拾いになるので、空中ダッシュのコンボはしなくても、今みたいに安定でね近くでダウン取った方がいい場合もありますので、それでいきましょう。画面端に到達しそうなコンボであれば空中ダッシュはおすすめですね。そうでない場合はその場で落とした方がいいと思います。はい、では行きましょう。クローバーさんのソウルと緑茶さんのミリアとなっております。本日2人ともアーケード初って感じっぽいですね。7段79じゃなくて、あ、家庭用ね。オッケーオッケー、家庭用ね。家庭用2段、はい、ありがとうございます。ソルは結構ね、ポンポンポーンと上の方までは、7段ぐらいまで、アーケードでは7段ぐらいまではポンポーンといけたんですけども、格ゲーをギリティとかやってれば、そうじゃない場合はだいたい5段ぐらいまでポンポーンといけますね。でミリアは逆に最初ちょっと辛いかもしれないんですけども、たくさんね試合して技の振り方を覚えてくると、後半勝てるようになってくるんじゃないかなと思います。ただ今はあの置き攻めとかセットプレーとか、いろいろな動画、あとは書いてくれてる人もいますんで、それを練習することによってね、少し早く勝てるようになるかもしれません。
はい、B 番台 DOC さんのスレイヤーとヨウキュンさんの回 B 番台でお願いいたします。この試合負けてもまだあるかもしれませんので、負けてもすぐに帰らないようにしてください。制限台の用意も大会後にありますのでよろしくお願いします。ミリアはちょっとね、立ち回り難しいですよね。多分チップとミリアは本当最初苦労すると思います。さあ勝ち返したらここは砕けろ、起点を使って中央のガンフレームからハムニール。さあ時間がちょっと怪しいかなと追いかけるんですけども、ここはちょっと間に合わず、一本選手はよくしゃみりや。さあダストアタック DD 詰めて、ここはしっかりコンボを最後まで完走。ダメージ大きい、ダメージハイスラックジャッシュしっかりガードして、あと最初始めた時にやはり、大事なのはフォークレスディフェンスをね、ちょっと使いづらいかもしれないんですけども、使ってみるといいかもしれません。フォークレスディフェンスをすることにより相手の距離が離れます。そしてさらにディスクゲージが上がらないというね、仕様ですので、固められて一気に殺されるところもなくなります。ただ使いすぎてしまうと空中でガードができなくなってしまいますので、とりあえず、面倒くさいなと思ったらフォルコで距離を離すのが大事かと思われます。さあ、勝ったのはクローバーさんのソロです。緑茶さんはまだ試合があります、帰らずにお待ちください。手間かけさせやがって。そう、ウィン、ストレイト。シコさんのスレイヤーとイモリさん、イタリさんのラムレゾル A 番台でお願いいたします。ミリアはとりあえず最初は空中ダッシュから針投げて、針をガードさせて、で一気に自分から触りに行くのがあるかもしれませんね。ダッシュエースとかはすごい強いんですけども、ゲージがないと直接的なリターンに結びつかない場面が多いので、とりあえず針投げて触って前 K と 2K の2択をパクってみるとかね、そういう風に戦ってみるのがいいかもしれません。Heaven or hell, duel one. Let's rock. さあ、シコさんのスレイヤーとイタリさんのファースト。ラムレザーがありませんでしたね。失礼いたしました。さあ、この組み合わせというか、このキャラクターはファーストは、実際自分が使うとあんまりうまく使えないんですけども、エンエスと。NS がやっぱ強いですね。 NS を振りつつ物投げでキャンセルで、マイハイスラも結構ね、今回は通りやすい仕様となっております。仕様じゃないな、通りやすくなっておりますので、ガンガン使っておくとありかもしれません。 B 番台めぐるさんの回と KS さんのソル、 B 番台お願いします。それではね、ガン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 前に出ていきたいんですけども、ファースト側の牽制がすごい強くてなかなか近寄れない、なのでいかにして近づくかというところが問題なんですけども、一度触っちゃえばリートを通ると気をつけてくんない。名前を MCK さん、コンさんのメインのチームと天台さん、羽屋さんのチーム、D 番台でお願いします。1番台トーマさん、アツシさんのチームと武藤さん、ローさんのチーム、一番奥 E 番台でお願いします。さあ、スレイヤーがかなり体力はリードしているので、ポルトで話したいところ。ここはスレイヤーね、PR までと違って1段目から下段性能となっているんでね、かなり面倒くさいですね。6回はなんか今回エグザードになってから中段がね全然見えなかった、最初見えなかったんですよね。慣れてくれば見えるかもしれないんですけども、結構ね食らう場面が増えたと思われます。ディエスディエスからここはメテオ打ってきて、ジャンペイからハイスラッシュまで、
このマイピーで返すダメージになりますとリターンがね急激に上昇しますのでガンガンマイピーなど当てていきたいんですけども、さあここは持ち上げて下は潜れない、こっち攻め 2K からここは 2S、 マイピーヒット画面端 TBS 円安強気に行く、ファースト側はねカウンターで立ち切りが結構強かったりするので地上戦ポーンと振るだけで結構いい感じで戦います。そして画面端ではマイピーなどでねスレイヤーが潰すというそういう読み合いになってはいるんですけども、ちょっと難しいね、勝ったのはスレイヤーです。はしたないようだがオードブルでは満足できなくてね。スレイヤーウィン。はい、バレさんのソルトのナギさんのアクセル A 番台でお願いします。スレイヤーのキテレツに相手よめ、昼下がり夜に朝食フルコース、Guilty Gear. Who dares to enter the mayhem? Axel Love, Soul Backer. Axel versus Soul. Get ready to rock. Heaven or Hell, Duel 1. Let's rock. はい、ナギさんのアクセルと、マレさんのソル。はいはい、空がヒット、画面の下にセンサー、画面の下に続きます。ピンとして足割が差し返しの形になって黄色からのダッシュバスト、流星キックからの画面中央、じゃあ C 番台呼び出し教えてください。ホームイリンホームイリンチップゲノチューポチョムキンチーム対、ネイアクセルアダムプレイヤーチーム C 番台でお願いいたします。B 番台緑茶さんとイタリさんのファースト、B 番台でお願いします。緑茶さんとイタリさん、じゃあごめんなさい、ここ負けちゃうまた一緒やります。まあ、アクセルはね、スパロボエフでね、主人公やってましたからね、初めで優しい熱血感だっけ。終わりにするか、これ間違えてしまった、戻す、あ、待ってあげて、ダメージを弁天様、一撃準備と一撃解除にはね、それぞれセリフパターンが用意されてるんですけども2種類ぐらいあるんですよね。おっと、マイハイが引っ掛ける形、ここで遠線撃が刺さって勝ったのはナギアクセル。喧嘩じゃ勝てないけど、旦那の弱点はいろんな時代で研究済みだから。オーバー。高橋さんのラムレザルと、クローバーさんのソル A 番内でお願いいたします。ギルティーギア。 Who dares to enter the main Soul Bad Guy?Soul versus Ramlethal. Get ready to rock. Heaven or Hell. Duel one. Let's rock. さあ行きましょう。クローバーさんのソルとバタさんのアラムレザレ。さ
さあここはバックセットにハフニーに刺さりました。タシはグランカー、タシ系からコンボニーが入ります。タシ対すらリボルバーと繋がった場合にですね、相手がしゃがみくらいだった場合はコンボが入ったりしますので、意識するといいでしょう。さてラブレゾルなんですけども、コンビネーションアタックがありまして、コンビネーションアタックから切り出されるね、中段がね、かなり強いんです。これですね、これは指導技が2つありまして、しゃがみ系から、1つ中継技を通して出す技パターンと、タッチキックですね、タッチ系から、ドッグと一緒という中継技を通して出してくるパターンがあります。なのでタッチ系と 2K をガードしたら中段を意識した方がいいでしょう。ノーゲージでもコンボに行かれてしまいますので、そのコンビネーションはね、これですね、今のタッチ系ですね、今のタッチ系からは中段が3段目に出る可能性があるということです。よろしくお願いいたします。 2K に関しましてはくるくるくると下段のパターンもあるんですけど、ノーゲージで食らう分には中段よりは安いんで、そこだけ覚えておくといいと思います。さあリボルバーから画面端フフニーと飛んでジャンピーから返していく。でこの PPP 連続技なんですけども、これはねガードしてもラブレザル側が有利だったりするみたいなので、有利だか無理だか分かんないですけども、そこまで不利じゃないということで、すぐさま技が出てくるかもしれません。なので逃げてしまうのが安全かもしれないですね。でラブレザルはちょっとゲージが剣と、剣の攻撃を当てないとたまらない仕様となっているので、こうやって攻められるときつい。さあここのファフニール危険を抑えて狙っていきますが、これ昇竜拳。さあここはガンフレームからのファフニールはね、大体ワンセットなんですけども、かなり強力です。覚えるといいでしょう。逆にそういう意味ではね、読みやすいという部分でもあるので、そこでね技を押して、ボタンを押して逆に押し返したりするのもありだと思われます。さあ中段昇竜拳から、ここはノーマルヒットだった。剣が収納、これはですね投げモーションなんですね。投げモーションじゃない、投げが化けてしまうとこうなるんですね。ラブレザルは剣の設置を前プラス S プラスハイなんで、ハイスラッシュなんですけども、しまうときは後ろなんですね。そこさ線あるから気をつけてね。ヨウくんさんと緑茶さん B バンダイお願いします。ファフニール、さあ PKD とジャンビーリボルバーから空中投げ、画面端ガンフレームから着地下なんですが、ここは飛んで回避。里毛さんのソルのチームとゴロポックリさんのチーム、一番奥 E 番台お願いします。里毛さんのチームとゴロポックリさんのチーム、いいと決めて勝ったのはクローバーさんのソルとなります。おとえさんのソルとシコさんのスレイヤー A 番台お願いします。てめえが何者かなんてどうでもいい。だがこの頭痛はてめえを仕留めれば止まるのか。ゲームオーバー。カメゴさんのチームとユキさん、ブップンコさんのチーム、D 番台でお願いします。奥から2番目スレイヤー vs ソウル、 Get ready to rock Heaven or Hell Duel 1 Let's rock。 さあ、おとえさんのソルと、シコさんのスレイヤーですね。さあこの組み合わせは私はよく見たような感じがするんですが、今回スレイヤーがちょっと少なくなっているんでね、やっている気がします。だスレイヤー今回無敵ジャンプが弱くなってしまったということもあって、ガンフレームはねかなり面倒くさいですね。ガンフレームでっかくなって、さらに持続もちょっと伸びてるような気がするので、これを巻かれるだけでマッパンチを止められ、ティースでは炎に突っ込んでしまうというかなり面倒くさい。で空中からレコードすると黄色キャンセルから耐久を取られるということで、
このね、ガンフレームの対策を先に考えていかないといけないかと思われます。完全に読んでしまえばね、空中ダッシュを通したりするんですけども、空中ダッシュの高度がね、低かったり燃えてしまったりするんで難しいですね。さらにクロスワイズじゃねえ、 KD 捨てとか PD 捨てから触って、アンダープレッシャーじゃねえ、アンダープレッシャーか、アンダープレッシャーをガードするとソロの差し切りがすごい早いんで、ガードさせてレイト発生前に殴られてしまうなとかね、ありますので、ちょっと難しい。なのでいろんなね、あのアンダープレッシャーで止めてバックステップしてみたりとか、いろいろな策を見せないとなかなか崩すのが難しい感じとなっております。まあ、ジャンプアイスラもスレイヤーはすごい強いんですけども、やっぱねジャンプ S が発生早くて使いやすいので、中間距離でねジャンプ S なのでね引っ掛けるように触っていくといいかもしれません。さあ、昔と違うのはね、ガンフレーム、青キャンはやっぱ決まったタイミングでしか出せなかったんですけど、ガンフレーム、キャンはね、ある程度、待ってからでもキルになったりとかするポイントがあるんでね、そこは辛いですね、スレイヤーがね。支援も恐れしい。さあ、ダストアタック。そして、押し攻め。ガンフレームじゃない。フェイントだった。コンパンからのダストアタック。コンボを決めてダウンして。当たらないが、コパンが起き上がりに誘って勝ったのはドヤソル。ナギさんとクローバーさん、 A 番台で試合の方お願いいたします。悪いが俺はマナーを知らねえ。若いか。 B 番台がバレさんと高橋さん、お願いいたします。イタリさんはまだやってない。Guilty Gear. Who dares to enter the main? Soul Blacker. Axel Rose. Soul versus Axel. Get ready to.はい、では行きましょう。クロワさんのソルと、ナギさんのソルです。新番台。あ、じゃない。どうした？どうした？調子に乗りやがった。太郎さんのチームと、ドブスさんのダムのチーム、新番台お願いします。さて、ソル対アクセル。さあ、橋捉えたが前入った。ここで連戦撃。どうした？まあ、スリーヤの話がちょっとコメントにあるんですけど、ダッシュ関数でジャンプは本当にロングステップの終わり際じゃないとできないんだよね。あれ短いステップじゃないでしょ。ロングステップの終わり際なんで、少しでもね距離調整見せるとガンフレーム燃えちゃうというのは大変ですね。さあ、しっかりコンボ決めてフニル。おおおお、ハーフからのヒーロー、ブッカーリーにと行きたいんですが、ちょっとここは落としてしまう。すげえ、拾えるんですね。あ、直さ、当たって、連戦。まあ、意外とこの組み合わせ、めんどくさい気がするんですけども、アクセル側も、なんだかんだリターンをね、画面端に行ってしまうと押し付けられてしまうので、なるべく端に行かないように技を振っていきたいんですけども、まあ、中央でもね、なんだかんだ引っ掛けることができれば、画面端に運ぶリターンという意味ではね、すごいそれ側もあるんで、めんどくさいですね。
さあ昇竜拳、さあ体力並びまして足払いロマンキャラダの、これは逆に状況が悪くなるかなと思ったんですが、そんなことはありませんでした。昇竜拳、ザ昇竜拳、ジャンパイスラー、ジャンパイスラー、空中投げまでっていうふうに仕込めるので便利。さあここは極左と行きたいところですね。ちょっとセンサー出てしまった。いやダメですよ。あこれ多分こっち間違いかも、ソルじゃなくてミリアかも、先週のミリアだったかも、多分書き間違いです。ケースさんのソルとトエさんのソル、 A 番台、ABCD 番台、ゲノチューさんのチームと太郎さんのチーム、どうぞ。Guilty Gear. Who dares to enter the main? Soul Black Guy. Soul Black Guy. B 番台、めぐるさんの回答、しこさんのスレイヤー、B 番台どうぞ。Heaven or Hell. Duel One. Let's rock. はい、ケイさんと、おこえさんの試合ですが、白いのがケイソル、黒いのがおとえさんですね。昇竜拳で対空、おお、ブリンガーが出ていたが繋がらない。しかもガンフレームが根元ヒット、ガンフレームはですね根元移動中と、まあ、3段階で威力が、分かれていまして、根元はねダメージでかいんですよね。50減りますが、なかなか根元は出るということがない。さあ昇竜拳上がる、移動する、おっとこれはバソジャンディからガンダッシュ、死んだ。さあグランドからサーチピーから残る昇竜拳、足払い対空からガンフレ変更、昇竜拳ここで昇竜カウンターヒット、ここは3人なので拾えるんですけども、ここはいい判断、画面端に残して大きい攻めは2点 1FP 立ち上げたが、ワンフレームフェイントをしたところにここは迷わすライオットスタンプが飛んでくる、黄色からのダサアタック、あ通る人はね一生通るんで、あのダサアタックはねもう当たったらガンガン打ってみましょう。おお、あと助けを当てて足払いを出していない。それがシャカシャカ走ってロマンキャンセルからカフェにいるロマンシャカが一気に、おっ、出るけどそうだよね、ガンフレームからボルカに対してボルカなんてこったい。B 番台、高橋さんとめぐるさん、どうぞ。さあリボルバー空中ダッシュ、ジャンケー空振り、ガンフレーム黄色からガンフレフェイント、さあしかしケイさんにはねフェイントは多分意味ないかもしれませんね。さあダメ出し、さあボタンを押してダンフレヒロ、暴れているところに昇竜拳が刺さって5番から出さとく、マスはここで使う。さあこれはノーヒットか、
ダサダックからもできるかな。ねえ、ヒロお願いして。勝利に空振り。さあ、分からなくなってきた。画面中央ここでファズが止まって飛びに引っかかる。そして体力並んでガンフレーム総裁。さあ、体力が残る。ボルトを張らないといけないところでしたが、ここは多分ゲージがなかったんで負けちゃいましたね。これはしょうがない。ホルトを張ろうとして、まあ、削り殺しになる前にといったところだったんですけども、ボッケーに負けてしまいました。はい、じゃあ DOC さんのスレイヤーとイタリさんのファースト、これさ、うん、負け負けね、うん、とりあえずあと2試合ありますので、ちょっと A 番台でも行います。どうぞ。決勝に進めるわけじゃないんですけど、ただ試合数を、こなしてもらおうということで作られております。一番奥 MCKMA 混迷チーム対ネアクセルアダムスレイヤーチーム、一番奥 E 番台お願いします。はい、では行きましょう。 DOC さんのスレイヤーと、イタリさんのファースト。さあ、AS からもう一度 AS。 中間距離は本当難しいですね。上から行くか地上から行くか、ステップもうまく使えるようになってくると変わるんでしょうけども、このステップに対してはこのレレレの突きがね、画面端まで大体届くので、今みたいに前ステップで抜けることができればリターンに繋げることができるんですけども、リーステやバックステップをした場合ね、引っかかることの方が多いので、かなり大変そうですよね、見てるとね。さあ、銀安、円安、マッパンチからすごくね、今回暴れづらいですね。スレイヤー側の金安で発生が早くなったっぽいんで、戻ったっぽいんで暴れると刺さってしまう。あー、ここは内返して、中央ファインハイスラー。まあ、ファインハイスラーはね、スカッってことがあんまない上に、ガードさせれば必殺技でキャンセルができるっていうね、かなり強いんでね、タスピーからしかガトリングで出せないんですけども、単発で出してもかなりね強い、いい技ですね。さあ、ここでバスト、傘危ないです。クロスワイズから立ち合い、エースハイティといって、が艦長危ない危ない危ない、あーテイスに当たらなかったが、ハイサムに拾ってしっかり殺してくる。シコさんのスレイヤーとナギさんのアクセル、 B 番台でお願いします。あの艦長とかバンク滅災はそうなんですけど、とかはそうなんですけども、攻撃判定をバリバリって前に出しているキャラクターに対して後ろから殴った場合、攻撃判定よりやられ判定が前に出ている技を出しちゃうと、刺さっちゃうことがありますね。まあ、違うな、変な言い方でした。やられ判定が前に出ちゃうような技を使って、画面端からと密着で技振ると刺さったりする場合があります。さあ、キングスからのクロスワイズ投げ返していく。ここ投げ仕込みマイピーでしょうかね。あとはやっぱドリルが強いですね。
中間距離でおもろに振ってくるとかなり相手が動きづらくなります。2K、2K といく、ファイルが並んで、このドーナツは取らないか、取れない、勝ったのは、第3のファースト、DOC さんはこの試合で終了となります。この後 A 番内の隣の B 番内で、ね、初級者代用意いたしますので、それまでお待ちください。はい、じゃあ3位決定戦いきます。めぐるさんの回答、緑者さんのメディアで A 番内をお願いいたします。Guilty Gear. Who dares to enter the mayhem? I keep Emilia Ray. Emilia versus Kai. C 番台は呼べそう。Heaven or Hell. Duel one. Let's rock.メディアがね、追加カラーで、生足カラーがね、あるということなんですけども、なんか足の部分までね、肌色になってしまうね、ちょっとおばさん臭いなーってね、思っちゃったんですけど、まあ仕方ないんですね、まあね。C 番台は KSG さん、チュリジンムさんのチームと里毛さん、オルカさんのチームが C 番台、その隣で武藤さん、ローさんのチームと太郎さん、雅藤さんのチームがお願いいたします。はい、対ミニアの3位決定戦となっております。A、S、D から S 入らないが、サチ K で拾い直し。おっと、ここは S スタンが引っかかります。さあ、昇竜拳で返して、チャージアタック。チャージアタックはここが回避。ラスト一番奥終わり。じゃあ、カメゴさんのチームやってない？いいよね。カメゴさんのチームと、ワリスマさんのチーム、一番奥、E番台でお願いします。B 番台ラスト、志向さんのスレイヤーと、あ、違う、なぎさんのアクセルと、イタリさんのファースト、この試合勝っても負けても最後となります。この試合が B 番台終わりますと、初級者制限内2段までの場合、制限内となりますので、よろしくお願いいたします。やばい。デュオ3 turn up the heat。 3決になりつつある。イタリさん、ファーストスカイのイタリさんいらっしゃいますか？あ、いますね。あ、いや一応じゃあ対戦は最後の試合です。勝っても負けても最後です。ラストアタック、ハイスラハイスラ、ホイ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 、レイカースラスト、体力はここで体力逆転か。ミリアはね、体調悩みますよね。タチピー、マイピー、ハイスラ、あとは潜り込んでの禁煙スタイルだったり、いろいろ選択肢があって、空対空のジャンピングも強いということで、もう本当に試合をこなして、この距離だったらどの耐久かなって覚えておくのがいいのかもしれませんね。勝ったのは、めぐるさんの回が3位となります。おめでとうございます。それでは決勝戦始め入りたいと思います。KS さんのソルとクローバーさんのソル、 A 番内で決勝戦です。
とどめ？無用です。勝利の数よりも勝負の数こそが騎士の名誉です。クローバーさんいらっしゃいますよ。大丈夫です。さあ、ギルティギアイグザードエボに選ばれたということでね、行く人も何人かいるかもしれません。あーやんだよね、海外ね、怖いんだよね。はい、ソロ5キャラ戦、Kソロが白いカラー、クローバーさんのソロがノーマルカラーとなっております。いやー、先ほど K さんのね、真田幸村と対戦しましたが、もうほぼ覚えてなくてね、どうやって補正切りするんだっけとか始まりました。マイク切れそうです。さて、パチケイが刺さってダメージで勝利権出して2敗戦が長いハフニール、ハフニールで拾うね、必殺技で拾うのはね、タイミングとかね、適当に出してしまえばハフニールは遅く長いんで安心できるんですけども、リードはケイストルへ、ジャンパイスが強い、そしてガンフレームからガスアタック流れるように攻めて、一方選手はケイストルへ、おーっと何を考えているんだ、画面足、そしてバースト、それでうわ、あーしかしなんだ、ワンゴマゴマンから援軍はいないぞ、ナシに K マイクからリボルバー、画面足ガンフレームからちょっと待った PK で攻撃をすかした形になる、昇竜拳に対してはじゃない、ハフニーズ昇竜拳割っていく、うまい、さあ端を背負うチャンハイスラから、これバーストチャンハイから攻めたいんですけども、この一旦引く昇竜拳で返してファフニール、ダッシュマイピーからコンボができない、問題ない、さあゲージは両者あります、うまいがちょっと難しい、画面じゃ KDD といけるとね、あのアドリブコンボとしてね、かなり優秀なので使っていきたいところですが、ロマンキャンセルすればブリンガーが入ります、難しいですね。さあロマンキャンセル、ここ黄色で返すが燃えているのはケイストル、かっこいいポーズ、ただ燃える、ガンフレからダストアタックはホルトを使って距離を離していたのに当たらない、そういう意味ではね、やはりホルトレスディフェンスは強いですね、距離が離れるのでね、発射の速いダストとか、しかし射程は短いということで当たらないということが増えます。さあ B 番台は設定を変えまして、初級者台の2段制限3連勝宣言の台を設けますので、よろしくお願いします。え、任せる。 C 番台は、4段までの5連勝制限です。ちょっと待ってね、決勝だからとりあえず。さあ金バスト、気合いの入った金バストですが、画面しか逃れることができそうにない DD といきたいが、ちょっと今年おっと誘ってジャンハイから昇竜拳、体力が点滅している状態、ダストアタック、ここまでワンセット、ダストアタックかフォローを使っていた、ジャンエス先に出しているのはケースソル、ジャンハイからファフニーにいる、ここの流れは読んでいた、昇竜拳を打ち込んでいく、ヒーローさんはクローバーさんかと思いきやケイストル、さあ上りジャンプ B、 勝ったのはクローバーさんのソルとなりまして、初級者大会本日の優勝はクローバーさんのソルとなります、おめでとうございます。2位はケイストル、そして3位はめぐるさんの回となりました。今日はね、結構初参加の方が多かったので A 番台、ちょっと多めにやりましたが、来週もね、以降も参加してくれると助かります。今はね、家庭用で、ね、練習できるようになっておりますので、ね、ぜひ皆さん練習して遊びに来てください。
まだ家庭用の段位がどのぐらいが初級までとか、どのくらいから中級に行った方がいいとか、ここ行ったらもう中級出れないなっていうのは少し、まだ判断できないので、まあ、とりあえずいろいろ参加してもらって、参加者の実力を見て、いろいろこちらで判断していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで初級者の部は終了となります。中級者大会始めていきますので、設定を変えたら A 番台呼んでいきます。よろしくお願いいたします。D 番台。ノローアクセル、シミメインチーム対ネーアクセル、アダムスレイヤーチームなんですけども、アダムが設定変えたら行ってください。では制限台のお知らせです。 B 番台制限台、2段まで3連勝制限、 C 番台、4段まで5連勝制限の台を作りました。初級者大会に出た人で、はこの中の範囲に入ると思いますので、ぜひぜひ今大会終わっちゃってね、時間ない方は、時間ある方はぜひぜひ遊んじゃってください。A 番台、天雷の羽屋ミディアチーム対、トーマウェイ八千ミディアチーム、 A 番台です。DG サイバーみたいな。揺れてないよ。E 番台、KSG さんのチームと太郎さんのチーム、一番奥の台でお願いします。なんか長くね。
これ再起動繰り返してね。あ、始まったか。なんか、え、長くない？長いね。なんでだろうね。OK。Guilty Gear Exile。Who dares to enter the main?はい、では A 番台行きます。天狼イノ、羽根ミリア、チーム対トーマメイン、休みのチーム。まあここからは適当にテンション戻していきたいと思います。はい、さあ、イノタイメインですが、足払いからボール設置、ナスアタックが立ちっぱなし、しかしボールがカバーしてくれました。ケミカル、オフメン、ジャンプ返したら、ジャンプできますが、ここはコマンで返して、空中くらい、リバーサルの表示が出ていたので、さっきケミカルの空中くらいにですね。前フィー連続ヒットからこれダンクピッチで激しい体力がありましたが、入れから突撃。さあ大難度、ジャンプハイスラから刺して奥攻め。さあここイノの1攻め見えないと一生ループするんですけども、もう一段取ったよね。気持ちいいですね。いやホルト今のように張ることによってかなり距離が離れるんで、一段目しのぐことができれば、イノがまだ面倒くさい。ゲージを使って攻め継続するか、あの下から無理をするかの、感じになってきます。さあ何が何でも逃げたいということで、勝手ケミカルって空中商品などうまく使っていくんですが、それを読まれていました。大変ラストアタック、3回戦2回目にバースト。あーあとこれ食らってケミカルからスライディング。さあ 2K が強い。デュオ3オールナップ。さあ寝てて、はい、中央から一気に決めたいところ、助けたんで 3K 出して強靭が降ってきて空中投げ、中央投げてしまいましたが、ジャンハイ、ジャンティーがジャンプです。超ヒール自体が出ない。まあ、イノは空中投げの範囲がね、結構広いらしくてかなり難しいですね。さあ、ここは噂の作戦をやっていったが、そのまま連中してしまう。ケミカルの空中投げ、空中投げで立てケミカル。さあ、その人ガードしたが、これはジャン・ハイスだから遠線側で勝ったのはトーメイ。悪い人は仲間。Here comes a daredevil. Who dares to enter the main? Lilia Rin. Dragonica Falls. Lilia versus Main. Get ready to rock.
はい、では行きましょう。出てくるのは、ハネヨミリアファイヤー、トーメイ。大したことなさそうだね。アダムシューは勝ったの。アダムシューよ。お客さん飲んでいい？あー、はいはいはい、わかります。なんか画面に目戻したらデンジャーになってんだけど。トーマさんが先方で、羽屋さんが大将でいいんだよね。オッケー。差し赤から浮かして、D から S、ハイスラ、画面端へ、バックセキャンで時間を遅らせてからの、ここが中央からジャンピーで降りてくる。タスピーが地上ヒット、前転2回だったが、ここはバックセしていた。ジャンパイスラ届かない。シークレットガーデン。3K 出してたが、シークレットガーデンが当たる。1本目は羽屋ミリア。さあサイレントからバックス引っかかってる。ここはバス打って、とりあえず置き攻めを回避したいが、タジアイスラが速い。ロカイスラ飛んでかわす。位置を入れ替えるタジアイスラから。さあいつの間にか下にあったサイレントフォースをミリアが回収して、イルカで前に出る。エースタジハイ細かく牽制でダメージを刻んでいって、勝ったのはハネアミリア。なかなか良かった、あなた。ミリア win straight。 Here comes the daredevil。 さあで同キャラになるのかな。同キャラですね。アツシミリア大将、スピ側。赤い方がハネアミリア、白い方がアツシミリアですね。さあミリア同キャラはかなりこの速いスピードでの対戦が見物になっていますが、されてますからビーサレスまでガードさせる。前転2回、ここは投げ返しているのはアツシミリア。バトム中段バーストガオ、 D から T、 ハイスラ落としてるのはアツシミリア。キャンからバトムが出ないか、しかし裏の下段になって残り1割。ディエスからタチアイスラ割っていく。鍛えるブリードはアツシミリア。ここでハネアミリアが画面端の画面中央の置き攻めに入るが、デッドアングルで返されて、こちらもデッドアングルで返す。ジャンピージャンプ D から投げを飛ぶ。投げてるのはハネアミリア。イエスゲダン D、S、ハイ置き攻めとする。ここはタンデムが当たっている。ギリギリからの逆転。1本目ハネアミリア。さあ2ラウンド目、バトム中段。サレントボスを当てて、ハネミリア画面端を押し込んでいく。 D から S、 ハイスラ画面端、下段ガード、下段が当たる。ここはバースト使って端を回避して、 S からダースアタック。ここは投げ暴れに刺さる。逆にアツシミリア画面端でバラを探せる。立ちハイスラ、さあ依然バラは出続けているが、ここで終了。お互い針を回収せずにそのまま立ち回りで殺そうとしている。 S3 でも黄色からの下段ガード、タッチ K が当たる。取り返すアツシミリア。最初ラウンド エース立ち合い、ダースアタック。ここはバーストがスカル。ケースから拾い直して S、 ハイ画面端、バトム中段ガード。ここは投げてるのはハネアミリア。裏回りたジャンプ系、逆に端に押し込んでいくハネアミリア。さあ本当に見えねえよあれは。
ジャンプ系、機関ジャンプ系ですね。バーストスキックガードシール、ヘッドアングル返して受け身が取れている、ハチが逃げ出せない、投げ返してバックス引っかかる、バトム中断、裏に回ってデッドアングル返して、体力移動アッチミリア、ジャンプ系を引っ掛けていく、勝ったのはアッチミリア。じゃあ呼び出しをします。バンダイね、アツシチーム連戦で、本メイリンチップと、ゲノチューポジョムキンですね。はい、メイリンさん、あと、アツシさんチームですね。ゲノチューさんそこいますね。どっち勝ったの、KSG さん。 KSG さんね、はーい、 KSG さん連戦、KSG さん、チリジムさんチームと、エタローさん、シミさんチームですね。E バンダイ連戦でお願いします。あ、A バンダイ誰かそれ プラクティスかなんかで無理やり終わらせ、スパーリンアクソル vs ミリアで、今 ABC デーバンダイ、カウンターから見て3台目の台の設定を変更しております。こちらは、5段から7段、あ、ごめんなさい、上限7段までの中級者、初中級者用台となっておりますので、よろしくお願いします。5連勝制限です。はい、それでは A 番台の方ですね。 1P、2B 決まったのかな、よろしくお願いします。アナムさんもお願いします。私と同じ精子をかけた世界がある、どうしてそんなに軽く振る舞う。トーマさん、アツシさんのチームと、メイリンさんと、ゲノチューさんのチームかな、合ってるね。連戦、連戦ですね。さあ、先方が決まりましたらスタートボタンを押してください。 Guilty Gear Exile、先鋒戦がワンピ側、ゲノチューポチョムキン対する、ツーピ側、トーマメイ。ゲノチューさん、その GNT って何ですかね。ゲノチューってことですか。だよね。いや、昔になんかに同じ名前のミリア使いがいたからさ。といってもすげえ前だけど。あれ、あの人もあの人。さあ、先鋒戦が、ポチョメイ、ジャンプ S からジャンプ P の空対空を裏から取っていく、 S ハイテクダッシュをしていく、 S ハイ K D ハイ D、 沿線が画面端ダウンを1だが、コパンが当たっている、下段が当たっている、ここはバーストスカウ勝ちたい、ダスアタック、ジャンハイジャンハイ、 S ハイ ICPM、もう一回遊べるドン、補正切りに行ったが、しかしここは着地、ダウンが取れてなくて着地、早かったメイが取っていく。1本目トーマメイ、スライドヘッド、下段の持続から足払いが当たる、ポジョムキンマスター 6K から後ろ目が PPB4 発トリシューラ、そして立ち系ポジョムキンマスター通り返す、ゲノチューポジョムキン最初ラウンド、嬉しそうだな。さあ、イルカでジャンプアスラを追い返す、下段ロッケ中段、立ち系亀足ロッケカウンター
オーバーヘッドが当たらないか、イルカでフォローしている。後ろ目が返していく、ピンバースト当てていく、恥、ここはアンテンガーフ、先にボールを出させておいてクジラの暗転でガーフを作る。ジャンプしたらパンダからキンバースになっている。前に出ていくジャンプリー、下段からボジョムキンバスター、追いついていく。6杯ヒート、エクステンド5分、6杯キャン、ボジョムキンバスター、まだ生きてんのかい。しかし後半のダウン打ち、まず先発勝ったのはゲノチューポチョムキン。作戦に支障はない。女子供に Here comes the daredevil。 そういえばゲノチューさんはよくやってましたもんね、あのプラス R の時から、あの6杯青キャンのポチョムキンバスターを結構目にしてたんで。さあ、2P側対象、アツミリア。まずは画面中央、バトム中段をガード。サイレントフォースで潰している。立ち合いすらから、あ、お互い当たらない。ジャンプスハイから、前転ダストが当たらない。さあ、ジャンプ T が当たらず、立ち系。この速いミリアを、ポジョムキンがどう止めるか。ジャンプハイスラの多段技でハンマーフォールを潰していく。エメラルドレインまで入れてから KP ハイスラ画面端、キャンからバッドムーンに対してはデッドアングル、スライドヘッド、ここはキンバスト、バラ、スライドヘッド、デッドアングル返して、さあ ICPM、 なんかゲージは使ってたけど花が咲いてない。ラストガード、ジャンプアイスラから下段ダストが当たる、しかも飛び越す。そしてバック石化すげえ光ってる。1本目アチミリア、パインマックからスライドヘッド、ポジマス飛ぶ、逃げからさあドドミン跳ね返せないが、ここは遠距離数も少し遠い。画面中央タンデムが当たっている、バッドムーンでダウンを奪って下段をガード、エメラルドレイン、ここはバーストスカイ、紫フォローはしている。ハンマーフォール突っ込んできて 6K バックスガリー。さあ体力差が結構ついてはいるから、バッドムーンの中段 KSD から BSD、 PS ハイか、ごめん、投げてバックステガリー、そして再びアイアンセイバケダン、勝ったのはアシミリア。さらに硬くなったのね。Here comes the daredevil. Who dares to enter the maze? Chip Zan, Colin. ワンピーガバ大将本命リンチップ。Versus Billy.Heaven or Hell, Duel 1, Let's Rock! さあ、チップミリア、これもミリア同キャラと並ぶくらいに速い対戦になるが、バトムの中段、いきなり画面端を押し込んでいく、バーストアタック、ここはバーストを読んで何もしない、スカシケから、列車でガンガン前に出ていくが、新機動で叩き落としていく、キャンシール、ニエス、下段、足払いが届かない。レッショーから6歳ジャンプ系から、ここはベータで返していく、投げ返し大きな目、画面中央前転からの裏回りからバーストをガードして P ハイスラージャンプアイスラー落として、相打ちからジャンプアイスラーアルファで突き抜けていく、体力リードはミリア2敗がカウンターしてるが、さあお互い機関してタッチピー裏から、しかしジャンプリーが届かない、引きずり下ろして下段ガード、
あ、しばらくダウン。ここはタンデムが出ていなかったが、走ってくる。レッシュをバンザイガードしている。さあきっちりガードを固めて、1本目はアチミリア。逆になっていて、タンデムトップがシークレットガードにバグてしまう。あるあるですね。見えない。列車から相打ち、ここは明細を消していく。足払いカウンター。 KSD アルファから追加アルファ。レースボクサイの下段、裏に回る。しかしなんか表打ちしてるぞ。下段キャンからバートムの中段、コパンと相打ちして大ダメージが逃れるが、そうしてフェダビキが下段。レッショーからの6歳取り返す。本命リンチップ最初ラウンド。タンデムトップが出ないか。え、当たんねえのかよ。さあ一瞬のお見合いからガンマの隙を突く。バースト使って2敗すらがノーマルヒット。アルファで焦がしてから6件の中段危険性が当たる。ここはブリッジシールドは様子見していた。さあ立ち回りで体力をガリガリ削られていくが、キングス対空からバーデルの中段ガード、6杯からの下段、下段が当たりデジタルスガード投げれない。さあ消えたっていうか、キャンカ投げを通して置き攻め、裏回り勝ったのはシミリア。さらに早く、じゃあ厚井さんまた連戦です。もうね、あのここはもうずっと連戦になります。勝ったチームは残る。トーマさん厚井さんチームと亀子さん黒金さんチームになりますね。亀子ベノム黒金ファウストチームとトーマメイン厚井ミリアチームになります。準決で、ただいまE バンダイですね、設定の方を変えさせていただいております。 E バンダイの方が、中級者まで、8段まで5連勝制限といった台になっております。Guilty Gear Exile。はい、で、1P 側に座るが亀子ベノム黒金ファウストチーム、先方亀子ベノム、2P 側座りますがトーマメイン厚志ミリアチーム、先方トーマメインですね。アダムさんお帰りなさい。これは準決、あ、勝ちトーナメントの決勝の準、まあ、いわゆる準決です。全体で見れば。で、亀子ベノム、黒金ファーストのチーム。対するは、先ほど勝ちましたトーマメイアチミリアのチーム。ここはプロの戦場だ。先鋒戦がカメゴベノム、対するはトーマメイ。さあ 2K の暴れが立ち K の下段無敵によってかわされる。連戦が画面端金バスト、まずは2個生成機関から 6P 弾きジャンプ P で落としているが、こちらも金バストが漏れてしまう。表ジャンプ系ガードから Q5 がダウン落ち、ジャンプフェス弾き、タシアヘア弾き、スティンガーで1個生成しながら帰還。さあスティンガー M が、スティンガー M じゃねえ、カーカスライドが当たっている。徹底したシューティング PKP から遠線側まで 6K 中段、ここは禁止暴れていたが上からボールが落ちてきます。スティンガー M に対してテイクダッシュ、
メインスタンプでガンガンいくがダーストもガード間に合わなかった。体力リーダーベガム最後は冷静に2敗されていく。一本目カメゴベガム金バストハイスラカーガス S ハイからテイクダッシュ、そして切りもみ大旋風までつなぎいく。クロナスに2敗差が届かない。ロカイスラガード足払いガードから6P ロカイスラ、クロナがダウンを奪っている。 Q5 6P6 ハイスラノーマルヒット。さあここはイルカが当たる。ガーストから弾を主軸に固め続けていく。タッチピー弾くからの S ストラグルガード足払いゲダン弾けないがテイクダッシュしてきたところにハイスラーカーカス。まずは先頭戦勝ったのはカメゴベノム。一度のチョークで十分だったな君は。 Here comes the daredevil. Who dares to enter the mayhem? ミリアグレイスピーガワ大将アチミリアミリア・ベノム。まずは S ハイから相打ちジャンプ P が当たる。ガード固めてサイレントポストカーカスライドは相打ち。相打ちというか飛び道具操作ですね。ダストガード2敗されないくバーストから以前壁アンジ。さあゆっくりとだが端に押し込んでいくアチミリア。 KSDS ハイスラ画面端アイアンスラ下段ガードダースアタックガードキャンからここで端を逃れる。キャンからバートムの中段 KSDKS ハイスラ残りドット下段ガード削れたっぽいですね。1本目アチミリアゲダンガード。さあ一気に端まで追い詰めていく。 D から S ハイサイレント6ハイ締め、そしてシークレットガーデンとこれはコマンド入力ミス。ダストは届かない 2K から弾けない。ダストアタックここはバースト使う。 6P6 ハイすらは少し遠い。ジャンパーイスラ弾きだがここは走り込んでくる。 Q5 で消えた。足払いの停止逃げからデッドアングル返していく。カーカスで固めていく。キャンからここはジャンピーの方が早い。ロケガードミエスからスティンガーで裏に回る。そして最後はエスタンデム勝ったのアチミリア。皮肉な巡り合わせね。約束通り八王朝はしなかった。だけど必ず真相は突き止めるから。 Here comes the daredevil. Who dares to enter the main? Faust. ワンピガー大将黒金ファースト。ファーストミリア。さあドリルがジャンペースで潰される。いきなり画面端バッテゲーダンガード。ドリルからゴーイングガードもう1回。しかしこれだけディスクゲージが結構溜まっている。サレドボスバーソー勝ち系から KKS ハイ、うん、ディスクゲージちょっと溜まってたからね結構減る。 2K からデッドアングルに対してダストアタックの無敵うまくかわしてコンボ入れていく。エースから 2S2 ハイ装填がつながらないが赤でフォローしてガンガン前に行く。下にオイル 2K から 2K 絶対今太ももで殴った。1本目黒金ファースト。ダストはコマンドで割っていく。
ブラックホール。すごい勢いでドリルが伸びてきた。チビファウストがいる。これを機にガンガンラインを上げていくファウスト。助けたく KKS はい。ドリル噛み合わない。投げてるナミリア。助けから KSDSP ハイスラー画面端。そしてバラバドムガード必要に下段で固めてるが、デッドアングルと回避。バラバスト、バラ足まで下段。さあ端3でもキャンからのバドム中段ガード、ロケガード、下段もガード。そうじわりじわりとだが体力を追い詰め始めて、前提2回から投げていく。ピンバースト爆弾をかわして赤から連鎖射撃 KSDP ハイスラ逆転。ダスガード、ドリル落とす。連鎖赤コンボきっちりしている。勝ったのは黒金ファースト。はい、それでは中級者大会決勝戦になります。今勝ちました亀子さんのベノム、黒金さんのファーストのチーム、対するは太郎さんのアクセル、七味さんのメインのチーム、決勝戦になります。影響隊までお願いいたします。じゃあすいません、それ時間飛ばしてください。時間飛ばしてください。スパーリングバウン vs チャンピオン。そうすでにね、制限台の方、こちら非常口側の制限台4台の方、変更してあります。さあお互い準備ができたっぽいですね。それでは中級者大会決勝戦始めていただきましょう。スタートボタン押して始めてください。どうぞ。まずは先行戦、ワンピーガーは先ほど勝ちましたカメゴベノム、黒金ファーストのチーム先方カメゴベノム。対するツーピーガーはエタロアクセル、七味メインのチーム先方七味メインのベノムメイン。先方戦さあ行きましょう。ベノムメイン先鋒戦開幕 2S。 お互い離れてまずは2個生成のベノム、少し歩いてからの下段2系。こちらも距離を取ってボールを生成からもう1個ジャンプリーから連携。さあ少し様子見から相打ち、2ハイスラが間に合わない。バーストジャンプハイスラ、ジャンペースが簡単する。5番から下段、そして 6K の中段、キャンからジャンプ系、ジャンプ D、 ここは禁止で抑える。ジャンプ D 弾きまで当たらない。キャンから Q5 で2個の生成になっているが、これを機に走っていくメイン。円S弾き、ジャンプ D が間に合わない。投げ返す、立ちハイ Q5、 助け 6P6 ハイスラまで。 S ストラグルの中段ガード、金 S から S ストラグルガード、ジャンプ系からの S ストラグル中段。1本目カメがベナム。さあ6ハイスラ、これはフォルトで
サポルト張って急ブレーキして直下で忍びでいく。裏に回るジャンペスからキャンからジャンペスバースト打つ。ジャンプ系裏瞬間移動で落ちてきて、ここはバースト青ジャンプに弾き、ジャンプ系そして球まで弾いて連続ヒットゼロスト。ジャンペスうわ痛い、ローガンスラ痛い。さあイルカで前に出てゲランガードキャン、ジャンペスガード 2K で割っていく。体力リードはメイイルカ、ここは投げ暴れに対して飛んでメイスタンプ取り返す。新メイ最初ラウンド 6P6 回すら先手はベノムバックス回避、一旦中距離での立ち回りに戻すがスティンガーの連発、裏のジャンペース。さあ必要に裏回りをタクティック2敗するはじき、こちらも必要にシューティングを欠かさない。エースストロークの中段ガードから機関で降りてくる、暴れている、テイク出しでなんとか端には逃げたかったが、機関してバーストをガードしている。ジャンプリー弾き、そしてカーカスカーカスカーカス、ここで投げに対して飛んでるが9ファイがダウン落ち、ジャンペスから6ハイスラ中段キャンからボールが迫ってくる、ガードを固めてエンガスからガードを固めるカーカスライド。まず先発戦変わったのはカメゴベノム。君は悔しがるほどにその腕を連磨したのか。 Here comes a daredevil. Who dares to enter the main? Axel Lowe. Edinburgh Magic. スピガは大将エータロアクセル。 Versus Axel. Heaven or Hell. Duel 1. Let's rock. ベノムアクセル2ハイスラがすげえ持続で弾いてる。 2K からバース打つ、 6K2S ハイ D が当たらない。さあ割っていく弁天、飛び道具を消す弁天。 6P6 ハイスラ S からオクラスの下段 S ハイ D、 タッチハイスラが受け身狩りになっている。投げて2杯から S カーカスから S ハイ D6 アイスラジャンプ系、ここはデッタグル回避、6アイスラガードから 2K 足払いスティンガー切ろう、スティンガー6アイスラ中段から相打ち OK。 1本目カメゴベノム、さあスティンガーからじりじりと距離を詰めていくアクセルだが、いかんせんこのチーグルが少し相性が悪いが、バースト走っていく、ベノムは徹底してシューティング、逃げ足払い、さあ近寄れない、あかんあかん、弁天で消しながら近づいていく、弁天がスカル残りドット、エンゲスはじきスティンガーガード、あかん怖い怖い怖い、ここは 2S へ近づいてきたところ迎撃、勝ったのはカメゴベノム。中級者大会優勝はカメゴベノム、黒金ファーストのチームです、おめでとうございます。ベノム軽薄を、はい、改めまして本日初級者大会優勝はクローバーさんのソル、準優勝はケースさんのソル、3位がめぐるさんの回となっております。で中級者大会優勝がカメゴベノム、黒金ファーストのチーム、
準優勝がエタロアクセル、七味メイのチームです。おめでとうございます。はい、ではですね、本日の大会、これ終了になります。あ、はいはい、びっくりした、首絞められるのかと思ったはい、ミカマスの方も、順次、情報出ていますので、そちらご確認ください。本日の大会はこの辺で終了になります。お疲れ様でした。